最後に町内病院についてであります。まずは今般の緩和ケア内科の増設による意義をお伺いします。また最近急性心筋梗塞や心不全で救急車を呼んだけれども一刻を争う状況なのに庄内病院には搬送されず日本海に搬送された。庄内病院は救急に対応する市民病院ではなくなったのかというお叱りを市民の方からいただきました。また先般議会で地域医療支援病院だけれども共同利用はできないとしたシネアンギオですが、私が調査したところ福島県星総合病院や静岡県立総合病院と周辺医療機関で心臓カテーテル室の共同利用、管理者がいらした福岡県久留米市にある聖マリア病院と田主丸中央病院で安義用室の共同利用を確認しました。今のままでは市内にせっかく医師がいるのにその医療資源が台無しになりかねません。市民の命を救うはずの公立病院としてまた地域医療支援病院として義務を果たさないということではないですか。方針の転換を求めますがいかがでしょうか。お伺いします。はい、病院の方からは、庄内病院での緩和ケアについてまずお話し、したいと思います。はじめに緩和ケア内科の内容でございますが、緩和ケアとはがんなどの治癒が困難な病気の患者さんの痛みや倦怠感などのさまざまな身体症状のほか落ち込み悲しみなどの精神的な苦痛を和らげるための専門的な診療を行うものでございます。患者さんだけでなくその家族の方々についても一緒に診察を受けることができ、患者さんの生活の質を少しでもよくし、改善し自分らしい生活を送れるように、取り組むものであります。これまでも緩和ケアについては内科の一部として診療を行ってきたものでありますが、改めて診療科としての標榜をすることで患者さんに庄内病院で緩和ケアを行っていることが分かりやすくなりますし、県内外の医師にも知っていただけることで医師の勧誘にもつながることが期待されます。まあ、事実6月1日付で山形大学の医局から女性のベテラン医師が赴任しております。でその先生は緩和ケア内科を担当されることになっとペインクリニックを担当されることになっております。申し添えたいと思います。それから先の議会で庄内病院は地域医療支援病院 でありますけれども、心臓血管のいわゆるカテーテル検査それからさらに心臓のある、不整脈治療等についての機会を共有できないかというようなことでできないという答弁を私はいたしました。まあ、地域医療支援病院として利用可の共有できるように改善を求めるということでございましたが、それについての見解を申し上げます。次にこのシネアンギオの共同利用のことですが、この質問に関しては今年の3月議会でも私が答弁しておりますが、シネアンギオによる検査や血管内治療は大変侵襲的でありまして、心血管損傷、心タンポナーデ、脳梗塞などの深刻な合併症が想定されます。特に不整脈の患者さんに対してカテーテルを用いて心臓内の不整脈につながる病的な刺激電動炉の照射を行うアブレーション手術では、複数の心臓血管外科医が不在の病院では深刻な合併症に対する迅速なかつ適切な処置に対応が遅れるといったことが想定されるところでございます。深刻な医療事故や訴訟リスクも存在することから共同利用とすることは大学関連の教授からの指導もあり極めて厳しいと難しいと考えております。このため他病院で共同利用を行われるといたしましても経営体制や医師の配置状況などが異なることから当院での共同利用には適さないと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。ちなみに議員がお話になられました田主丸中央病院は久留米大学の関連病院で、そこでは心臓カテーテル検査はそこから循環器内科の先生が
赴任しておりますから、あの身内でそのカテーテル検査をしますけど、心臓のアブレーションの治療はこれ非常に危険ですから、もう久留米に全部集めておりまして、そこではやっておりません。それは向こうの心臓血管内科の教授が私同僚でしたから確認しております。で、一応それでそこに例えば外からカテーテルをさしてくれという形で依頼が例えば郷土医療はあっても、その実績はないということであります。からあと聖マリア病院に関しましては、これは心臓血管外科が久留米大学から出ておりまして、循環器内科は九州大学から出ております。ですが複数人数おりますけれども、そこはまあ大きい施設で一線症の病院で、心臓の手術もしておりますので、そこではそのなんていうかアブレーションはしておりますけれども、久留米大学の要するに福岡県の南部のところは一点に集めている形でありまして、事故も起きますので、実際には機械をお貸しするというようなことはやっておりませんし、それも危険であるということで、私自身も病院長をしておりました2017年4月から2020年3月までの間にアブレーションで重大な事故が起きまして、それに関して最高裁まで行っております。ですからそういったような形で私も経験しておりますので、まあ、議員のお答えにはこうなんていうか、共同利用に関しては絶対無理だというふうに考えております。以上。2番菅島新一議員。病院の方です。この8月末に共立病院から心臓カテーテル室がなくなると、現在対応している高齢重症の透析患者100名への血管狭窄、これブラッドアクセスの狭窄時や夏場の脱水、腎不全、徐脈性ショックの救急対応ができなくなり、まさに市民の命が危機にさらされると伺っています。この地域医療の緊急事態に庄内病院は手を差し伸べないんですか。リスク管理のための契約を結ぶなどして、実際にカテーテル室や手術室の共同利用の実態はあります。公立病院の責務を果たすべきなんじゃないですか。再度見解をお伺いします。庄内病院事業管理者。どうも。これは現状を考えみて、この病院の性質とか地域性を考えて、まあ、地域性でこの共立病院が新家庭の機会が、まあ、更新できないということでありますけれども、やはりこの循環器の内科の医師の数も足りませんし、それから心臓血管外科に関しましては、私が30代の時に赴任したここの病院にいた時は心臓血管外科医がおりましたから、その当時できることは全部してたと思うんですけれども、現状ではやはりそのところは身の丈に合ったことをしないといけない状況であることを申し上げます。はい、以上。草島議員に申し上げます。総括質問の範囲である市長の提案説明に対する質問の範囲を超えないように質問を行うように注意いたします。以上。2番草島新一議員。先ほど申し述べたように、事故のリスク管理などの契約を結ぶなどして、他のこうした病院は共同利用してるんです。やれない理由から考えるんじゃなくて、可能性の器から考えていただけませんか。ぜひ考えていただきたいんですね。先ほど申し述べたように、公立病院としての責務を果たすべき私立病院がプロですよ。相手方はプロに貸し出するんですよ。何リスクのことだけ言ってんですか。素人に貸し出すんじゃない、プロで今使ってる方に共同利用させるって、それできないんですか。おかしいと思いますよ。草島議員に申し上げます。ただいまの発言は総括質問の範囲を超えておりますので、市長の提案説明に対する範囲で質問を行うよう注意いたします。なのでぜひですね、今絶対できないってこと、それ考え直してください。器を可能性から考えて、これ市職員の皆さんみんななんだけど、可能性から考えるってことやってください。やれない理由からじゃなくて、可能性から考えて、何が可能なのかをしっかり考えて、市民病院としての責務を果たしてください。以上です。